今回は国城天元明王、これやっていこうと思います。でギミックがワープ必須、ウィンド必須だけ。編成は伊之助艦隊、コンセプトはハイハイちょとつちょとつね。今回はこれでいきます。でウィンド必須だけど、例えば豪絶とか超究極とかだとウィンドナイト死ぬみたいなパターンあるじゃないですか。ただ超絶なんでなくてもなんとかなるかなと思って、やっぱパズドラさんに今鬼滅コラボ来てるからね、モンストも負けてらんないぞということで、今回はこれで終わった終わったやべ、これ完全に積んでる。うわ、伊之助対策してきてる、どうしよう。これ1億ぐらい出したんですけど、ちょっと硬すぎでしょウィンドウ。いや運営さん前言ったじゃん、ウィンドウ壊させてって。これで、はい、どうしよう。いやこれ連れてかなかったら馬上完全にいらないじゃん。じゃあさっきはあの変なキャラ積みすぎたんで、ちょっと真面目にやります。はい、はい、これで殴ります。どうしよう。クロスドクロで弱点出るから多分貫通でそれを殴って、まああとスピードアップボールもあるよみたいな、そんな感じのクエストね。どうしようこれ。いやーどうしようほんとこれ。しかもこれ3体無理じゃない。3体無理なんですけど、どう考えてもこれ。はい、で剣は、あ剣はいらないのね。いや剣はいらないけど、いやウィンド壊せないしな。でこれどうす、こうか。そしたら、ウィンで多分剣雑魚前提だから、もう剣雑魚殴れないって意味ないもんね。しかもこれウィンドで集められるから、あれもなんだっけ、これあれのなんだっけな、あれに出てきたセンサーよね。でこれで、はい、だからここは、あ2ターンに1回蘇生するパターン。そしたら、ちょっと待って、どうしようこれ。これ多分無理だな、絶対無理。これも無理、これも無理。あ、いや、これとりあえず、あれ、アビラジルにさし、これで倒します。はい。はい。これで、いや、でもどうだろう。なんとか剣アップしたプヨ、伊之助の殴りでなんとかなんないかな、これ。ここで、ここで、はい。お、意外となんとかなってる気がする。意外とだから、反射でも、剣雑魚拾って殴れば意外になんとかなるね。だから反射ゲーだわ、これ。だから、まあ、貫通である程度雑魚処理してから反射でなんとかする。で、これは？ただの雑魚。で、どう考えてもこれは絶対、剣雑魚拾ってからじゃないと弱点ダメでしょ。はい。で、これで殴って倒します。で、そこに弱点が出ますと。でも、プヨは、そんなになんか最初だけで意外となんとかなんないか。ここ縦貫したらなんとかなんないかな。はい。ここで、はい。はい。これで壊せるでしょ。よし、壊れた、やっと壊れたけど。いや、これ初手で行くの無理そうだな、これ。あ、ちなみに、馬長、情報修正されたのします。アップして。だから、これ、あれと一緒になったんですよね。チャイコフスキー。だから、12ターン永続強化できるスピードアップ。だから、伊之助すごい強化できるんですよね。で、これで、はい、はい。あ、しまった、これ。抜けるとき、絶対反射の方がいいね。そうじゃない。そうじゃないと、初手、プヨ処理求められたら絶対できないもんね。あー、無理だわ。あ、いる、イネーシップよ。はい。はい、はい。はい。で、加速します。で、やっぱ、いや、意外といけるな。外側殴っても全然いけない。いや、なんだ、ただのあれか、弱点は影か。で、これで、あー、待ってる、これ。いや、これぐらいだったら多分、なくてもいいんじゃないのかな。そうね。よし、ギリギリいける。で、倒したら、ボスに弱点が出ると。で、ここから、馬長の SS 使えるんで、それで永続強化できるね。あとは、じゃあ、そしたら、これを、伊之助も合わせて、はい。はい、はい。はい。で、これで加速します。はい。ウィンドも壊せないかな、これ。何回殴ったら壊せんだろう、ウィンド。3回殴って、2回か、2回殴っても無理だし、一応、1してのあれだと、3回殴っても無理だったもんね。4回ぐらい殴ったらいけるな。4、5回ぐらい殴ったらいけるかも。これを、割と適当にこう打って、はい。で、加速して殴ると。やべ、これ、内部弱点じゃね今の。あれ、外側弱点じゃなくて、やべ、伊之助使
えないかもしんない。で、ボス戦来ました。うわー、どうしようかな、これ。ここでしょ。で、伊之助そこでしょ。はい。で、弱点出さないといけないけど、今出せないもんね、弱点。はい。これで、はい。でも意外と外側だけ殴っても削れるんですよね。意外とだからこれ、カンカンできればもっと強いかもしれないんで、クラピカそこ。で、プヨは、多分これ普通に貫通だったらなんとかなりそうだから、ちょっと待って、これを一手で行こうと思ったら、一手で行こうと思ったら、はい。こうで、はい。はい。で、これで倒します。いや、強くね、そうそう。別にこれ弱点出なくても、いや、弱点出るのは運営さんの優しさかな、これ。で、剣ザコ拾います。はい。で、これ拾って、はい、はい。で、ここで加速して、加速して、剣ザコ殴って、お、いや、結構殴ったらいける。ということは、いや、まあ、ウィンドなくてもいけるってことの証明にはなるね。だから本当だったらこれウィンドで寄せられて今大変なことになってたかもしれないけど、今これ全然大丈夫だもんね。はい。で、これでいきます。で、国上天元妙も、あ、確かあれ、あれは確か壊しても治る挽回だったけど、だから回復とかもあるかもしれない。で、次、伊之助だから、いや、結局何もできないな。で、これで、はい、また一緒に暴れます。はい。俺、でも意外と伊之助良くない？とりあえず、ザコ片方倒せてるもんね。で、クラピカも、いや、なんとかちょっと伊之助の SS をもうちょっと輝せかけんですよね。はい。これは多分普通にいけるでしょ。多分剣ザコなくても。はい。で、弱点露出します。で、割と多分、これどうだろう。ギリギリ触れてるかな。はい。お、触れてる。で、はいはいはい。これ多分壊れちゃうよ。で、これで、ちょっと待って。伊之助なんか前座になってない。なんか大体もうこのパターンさっきも見たんだけど、これ多分 SS 使ったら抜けられるでしょ。いや、これちょっとやりたくないな。ちょっと待って、開幕クラピカにして、で、馬長は、次壊して、ちょっと待って、これ一旦ずらすか、抜けるタイミングを。ちょっと待って、これ一回薄くいって、加速だけして、はい。うわぁ、これちょっと微妙だな、これ。はい。なんか来た。うわぁ、どうしよう。うわぁ、これもう、あれ、失敗じゃないです。失敗した。そしたら、うわぁ、これ、伊之助の SS あんまりまだ使いたくないんですよね、できれば。はい。で、加速。加速。いや、伊之助頼む、伊之助頼む。おぉ、伊之助強え。いや、これほんと反射ゲーだな。で、これでクラピカ SS 打って、雑魚処理します。で、馬長で SS 使いつつ、なんだっけ、あれして、シード壊して、なんとかします。ん？あれ、プヨいない。やべ、もしかしてボス 4KG か、これ。うわ、マジかよ。で、そしたら、じゃあ、まあいいや、ここで SS の上にね、はい。ここで SS は使わなくて、はい。で、これで加速して、いや、いい感じの削りじゃない。クラピカはもう別にブーストしなくて、いや、伊之助だけブーストできればそれでいいんで。おー。いや、意外といいな、これ。これで薄くいって、加速もしますの。はい。で、これで加速して、加速して、みんな触れて、はい、はい。はい。で、いいんじゃない？で、最後、伊之助で抜けられればもうそれで十分だもんね。だからそれで結構いい感じに調整できるはず。はい。わー、これ、ちょっとあれだな。いや、これ、いや、怖いな、これ。ゲージ切って、ゲージで確かワープだったっけ？ゲージワープだよね。そっか、ここゲージ切って、はい。で、ここ一回殴って調整して、はい。これでいい感じの調整できる。伊之助調整ね。ラストはやっぱ伊之助で締めたい。いや、鬼滅の映画も、今週末見に行くもんね、2回目。2回目見に行くからちょっとやっときたい。で、これで。お？うわ、これ触れてるかな？いや、わかんないな。はい。ここ触れて、はい、加速、加速。よし、いや、いい感じ。よし、これでちょっとさっき言ってたクラピカ、馬長、で、何もしないグレン。で、これだとこれでいけるね。あ、そういえば、昨日、ナルトのラーメンコラボ来るかもみたいなこと言ったじゃないですか。あれ、コメントで言われてたのは、これでただのラーメンだけだったらウケるみたいな。いや、確かに。それ来たらちょっと、全く想像しなかった。あれ、あんなことして、ただ本気で僕たちラーメン作りたかっただけですみたいな。いや、そんな TOKIO みたいなことされても、いや、TOKIO の2番煎じって言われて終わりそうだもんね。さすがにそこまでいかないだろう。で、これで、
いや、それだったら本当に、ちょっと運営さん何考えてんのってマジで言われてもしょうがないね。いや、強くね。あれ弱点、あれ弱点なしでこれなんですよ。ちょっと待って、これ、あれだな。なんかそう、予想と違う。で、そしたらここ、はい。で、馬長ここ。うわぁ、剣あるそこに。っていうか、剣って意味あんのこれ。これに。まあいいや。はい。これ、はい。で、ここ、え？やべ、この位置まずい。やべ、この位置まずい。なんとか、なんとかこれ、伊之助の位置ずらさないと、あれ、触れられない。で、これは、うわー、どうしようかな、これ。なんとかいい位置にちょっと伊之助さんずらしたいんですけど、はい。これでちょっとなんかいい位置にずれないかな。いや、ずれないね。いや、やべ、これ、両方のクロスするところじゃない。いや、これギリギリなんとかクロスしてない気がするんだけどな。こう打ってバウンドして、いや、ちょっと待って、これあれだな。こう打って、はい。いや、頼む、伊之助。お、触れたんじゃない？お、触れてる、触れてる。あとは、あとは上に止まって食い先してほしいな。上に止まって食い先してほしいな。お、お、お、おお、食い先配置。食いだけ入って、きたー、やったやった、これで倒すでしょ。おお、強っ。いや、伊之助ゲーね。確かに映画でも伊之助いなかったら絶対負けてたもんね。よし、満足、終わります。ごきげんよう。